誰にも渡さん。この放送はアサヒビールとご覧のスポンサーの提供でお送りします。神宮球場です。5回の表ジャイアンツ2アウトランナー2塁、先制点のチャンスを迎えています。マウンド上は22歳のスーパールーキー伊藤智仁。ヒットで出ました。吉村が内野ゴロの間にランナー二塁、そしてバッターボックスには駒田が入っています。5回の表先制点のチャンスはジャイアンツ、2アウトランナーが二塁です。セカンドゴロ、友人一塁へ、スリーアウト。ランナー初めてこの回二塁に送りましたジャイアンツですが、先制点を挙げることができませんでした。ゆっくりと戻ります。伊藤友人。この試合の解説は駒田孝雄さん、そして田尾康さんでお伝えしてまいりますが、いや田尾さん、はい、初めて今ランナーがね、二塁へ進みまして先制点のチャンスだったんですが、ジャイアンツ惜しかったですね。そうでしたね、本当に4回まで完璧に抑えられてるんですよね、はい、だけど、伊藤の方はね、うん、立ち上がりよりもね、だんだんとちょっと甘い球が増え出しましたね。そうですか、はい、はい、小花さん、はい、今日のこの試合のポイントはもう皆さんもご存知なんでしょうか。そうですね、もう一度改めてやっぱりジャイアンツ打線がね、はい、ヤクルトの伊藤をどう打ち崩すかというのがね、うん、これがもう最大のポイントだと思いますね。はい、その意味では少しこう攻略の糸口がつかみかけてきましたかね、はい、みんなね、見てましたら一応工夫してるんですよ、はい、吉村にしてもね、まっすぐをとにかく待つんだそうですよ、はい、今回は、だからスライダーはもう少々詰まってもね、うん、いいからま、はい、っすぐを待ってスライダーを打ちに行くとかね。あと駒田は今日フリーバッティングではもう全部センターからね、左方向ばっかり打ってたんですよね、はい、まあ、だけどちょっと今引っ張ってしまいましたが、今のはフォークボールでね、やっぱりちょっと引っかかってセカンドゴロになりましたけどもね、はい、気持ちはわかりますね、うん、さあここまでジャイアンツとスワローズの対戦は7勝5敗でジャイアンツが2つリードしています。ここまで62試合を紹介しました。ジャイアンツが32勝30敗、スワローズは32勝25敗、ゲーム差が 2.5、 ジャイアンツが追いますが、ジャイアンツのマウンドは5月19日以来、右肩を痛みました斉藤が今日登録されまして即先発ということでマウンドに上がっています。ここまで打たれたヒットはスワローズに対して2本。バッターボックスには今日スターティングメンバーには偵察で伊藤が入っていましたが、途中からライトの守備に入りました畑がバッターボックスに入っています。畑は今日最初のバッターボックスはファーストのファールフライ、ワンエンドワン。斉藤はここまで4勝2敗というのが今シーズンの成績、7試合目のマウンド、防御率が 2.89、 スワローズ戦は 1.93 というのが防御率。打ち上げました。バーフィードが追います。バーフィードが追います。右手を上げた、取ります。ワンアウト。場内は大きな拍手が湧き上がりましたが、しかしこれは詰まっていました。斉藤は5月19日あれは東京ドームの、ベイスターズ戦でしたが、先発をしまして1回は、無難に切り上げましたが、これは2回です。途中で急に右肩の、ね、異常を訴えまして、はい、一度ベンチへ下がってまたそれから出てきて投げたんですが、結局ダメだったんですね。そうですね、はい、5月中旬右肩棘上筋、右肩の背中側の、ま、筋肉がちょっと、ま、おかしくなったということで5月21日に抹消になりました。そして今日登録されまして、ここまで2安打ピッチングの斉藤です。スワローズバッターボックスは櫻井。田中さん、一塁側、三塁側の松川さんですね、どうぞ。初回はね、はい、斉藤投手いつもと違った緊張感があったというんですね。でも1回はすっと
切り抜けられたのでもう平常心で投げられますということを言っています。はい、今日は一塁側が福井アナウンサー、そして三塁側が松倉アナウンサーのリポートが刻々と入ってまいります。お、ノースリーになりました。マウンド上の斉藤です。ノースリーは今日初めて、この回に入りましてね、少しその4回までと腕の振りが違うなという感じでね、はい、4回まではちょっと腕が振れてましたけども、はい、この回はちょっとなんか合わせに行くような腕の振りになってきましたよね。あ、そうですか。おととい雨で中止になった試合ですが、神宮の室内で52球を投げました。空振りです。 2-3、まあ、その後投げ終わった後話を聞きましたらば、肩に張りはない、リタイアする前の状態に近い、まあ、スタミナについては投げてみなければわからないけれども、まあ、その辺は監督がフォローしてくれるでしょうと話をしておりました斉藤です。 2-3 まで持ってきました。三振、あー、ノースリーから見事に三振を取りました斉藤、3つ目の三振です。この辺は見事でした ね、 ね、まあ、このね、空振り2つに対してはね、ものすごく腕が振れてましたけどもね、まあ、多少その疲れが出てきてるんじゃないでしょうかね。うん、球数が4回まで53球という斉藤です。田中さん、はい、松川さんどうぞ。それからね、あのネット裏には各チームの先乗りスコアラーがいるんですが、ドラゴンズ の、 あの豊永スコアラーに聞きますとね、はい、非常に今日の斉藤は丁寧に力まず投げている、はい、特にこのボールがいいというボールはないんだけれどもね、あの風がありますでしょ、はい、だからね、一発に注意して非常に慎重だっていうんですね。うん、なるほど。ただ問題はね、味方が点を取ってくれてリードをした時、おそらく力むんじゃないかなということを言っています。はい、現在得点は0-0、両チーム得点がありません。バッター小松野です。はい、あ、まっすぐです。ルナスイング、まあ、友橋は大学時代からスイッチヒッターを今シーズン断念、右のみにしたということなんですが、またスイッチヒッター復活です。ルナスイングと追い込んだ斉藤、インサイドボール、89年90年92年と最多勝を取りました背番号11番の斉藤雅樹、今年右肩を痛みまして一時登録抹消でしたが、今日復活なるかどうか。しかしこの斉藤がですね、今日とにかく踏ん張らなければいけませんね。そうですね、でも今日の斉藤はね、非常になんか意地っていうんですかね、はい、まだ1年目のピッチャーには負けないぞっていうね、はい、そういう意地っていうのを感じますね。はい、その斉藤を友島を追い込んでいます。2エンド2、今日のトマシノは第1打席がショートゴロ、これが2回目のバッターボックス。ここまでジャイアンツのヒットが2本、そしてスワローズのヒットも2本。5回の裏スワローズの攻撃です。8番のトマシノ落としました。 2-3、今のあのシンカーがやはり今日なかなか切れてますよね。あのここという時にはこのシンカーでね、はい、打ち取ってるんですけども、うん、まあ、あの3回まではね、やっぱりそのこの試合の大切さっていうんですか、はい、そういうのとか感覚っていうものがね、あまり分からなかったと思うんですけども、うん、まあ、この辺に来てかなりペースを取り戻してきましたよね。はい、さあ、飛ばすのを三振に取りまして3アウト。5回終わって両チーム得点がありませんが、さあここでフジテレビナイター祭り300発の花火がライト後方に上がります。ご覧いただきましょう。
果たしてどちらが先に先制点を取るんでしょうか。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。背番号20番スーパールーキー伊藤智人、マウンドでモーションを起こします。バッターボックス村田は初球打ちですが内野スタンドへ入ります。ファールボール。フジテレビナイター祭り、昨日今日と、まあ、実は3連戦ですが初戦が雨になりまして2連戦になってしまいました。今日もたくさんのファンが詰めかけています。神宮球場バッターボックス村田、第一打席は三振に倒れています。投球数が2球目ワンエンドワン。伊藤は183センチ76キロ花園高校から三菱自動車京都へ住んでいます。14試合目の登板で6勝2敗というのが今シーズンの成績です。今日もここ5回まで得点は与えません。これで防御率が 0.94 とまた上がりました。マウンド上の伊藤智人、おっとワンスリー、スリーボールになったの今日初めてです ね、 そうですね、はい、まあ、ジャイアンツとしてはね、今のようなそのボール球に手を出さないということはね、もう第一条件ですよね、はい、まだフォアボールは与えていません。ヒット2本は打たれています。マウンド上の伊藤智人です。打球はセンターへ上がりましたが上足が止まります。ワンアウト。今はまっすぐ狙ってましたか。どうですかね、はい、まあ、来たと思って振ったんでしょうけどもね、ええ、思ったより曲がらなかったですね、スライダーが。ご覧のようにスライダー、この伊藤のスライダーが非常に今日特徴的にですねご覧いただけると思うんですが、はい、パッと浮き上がってからふっと変化するようなボールなんですね。普通のスライダーですとね、はい、下にこう曲がっていくというのが普通なんですけどもね、はい、バッターボックスはピッチャーの斉藤が入っています。第一の敵は止めたバットにボールが当たりましたのファーストゴロでした。ヨナスイング、今のがスライダーです。5月19日の横浜戦以来での登録になりましたバッターボックスの斉藤です。センターへ打ち返しました。ジョーが今度は左に動きます。センターフライ2本2アウト。しかし先ほど5回の表ジャイアンツが初めてランナーを2塁に送りました。しかしそのチャンスをものにすることができませんでした。ジャイアンツは2塁にランナーが進んだのは1回だけ。そしてバッターは尾形、今日は三振とサードへのフライ。これが3回目のバッターボックスになります。田中さん、はい、福井さんどうぞ。一塁側ですがね、はい、伊藤智彦投手ですがね、これ序盤の3回までのピッチング内容なんですが、本人はまあまあであると言ってるんですが、ただキャッチャーの古田はですね、今日は悪い方であるとというのはまっすぐはもう一つかなということで、まあ、古田の方は決して良くないというコメントなんですね。小原さん、その辺はどうですか。そういう考えなんでしょうね、まあ、3回まではね、ストレートでカウントを取って変化球勝負というところだったんですけども、やっぱりこのストレートでカウントを取るというのが不安になってきたんでしょうか。4回から逆にね、変化球でカウントを取ってストレートボールというね、はい、その辺の組み立てはちょっと変わってきましたよ。それで三振の方も4回までは取っていたんですが、5回そしてこの回と三振がないですね。そうなんですよね、はい、ご覧のように今日の投球成績が出ています。三振6個、しかし5回6回と三振は取っていません。2エンド2、追い込んでボール、2-3になりました。ちょっと見てますとボールとストライクがはっきりしてきたかなという感じがするんですが、そうですね、打た、初めてのフォアボール。2アウトから俊足のランナーの尾形が塁へ出ました。このフォアボールはやはりちょっと何かあるんでしょうか。まあ力みって言いますかね、そういうものも多少あってのことだと思いますけどもね、はい、2アウトランナー1塁、
ファーストランナーの尾形は90年33校を走りまして盗塁を取っています。今シーズンの盗塁はまだ8個。バッターは2番の河合ですが、ご覧のように三振三振。ここは何か動きありますかね。いやこれ2アウトだけにね、まあ普通に打つだけなんでしょうけども、うん、あるとすれば尾形の単独スチールですね。はい、今日この河合がね珍しくボール球をどんどん振りに行ってるんですね。そうですね、共にスライダーを振ったの三振でしたが、初球今のは小さい変化でしたが、はい、抜いたスライダーですね。スライダーですか、はい、ワンナッシング。腕組みの長嶋監督です。伊藤はいいピッチャーだけどどこかに隙が出るはずだ、そこを捉えたいと話していました長嶋監督。スライダーです。ご覧のように今ふっと浮き上がってすっと変化します。はい、あのボールは右バッターは打ちにくいんでしょうね。はい、あの胸を張ってね、普通のピッチャーですとね、はい、もうあのボールが見えるんですよバッターからすると、はい、だけどあの可動域が広いんでね、うん、まだまだ後ろにあるんですね。そうなんですか。体の後ろっかにボールがあるんでね、はい、バッターから見えないんですね。非常にそれが打ちづらいですね。はい、河合がトゥーナッシングと追い込まれました。ここは小花さん、はい、あの関節と筋肉が柔らかいということでね、うん、あの普通のピッチャーのリリースポイントよりもまだね遅れるっていうことで、はい、うん、バッターが見にくいんだと思うんですよね。はい、トゥーナッシング追い込んで古田は外へ構えます。さあ1球外して、勝負球はやはり今日三振取っているスライダーでしょうか。まだあの2ワンということですから、はい、古田の頭の中にはね1打席目2打席目にそのスライダーで三振を取ってるというのがありますから、どうせその取るんであってもねその前にストレートっていうのを見せたいなということは考えていると思いますね。うん、ファーストランナー尾形それほど大きなリードは取っていません。超満員の神宮球場、ジャイアンツとスワローズの13回戦、7勝5敗ジャイアンツが2つ勝ち越しています。ここまで0対0、2エンド1、戻ります尾形。尾形は何か動きありそうですか。うん、今のはちょっと何かありそうな 気がしましたね。うん、また一塁に戻ります尾形。まあ、これだけね、はい、ピッチャーにその牽制をさせるっていうね、それだけでも十分だと思うんですよ走らなくてもね。はい、だからジャイアンツの選手はもう塁に出たらね、とにかくいつもよりリードを大きくね取るっていうのも一つの作戦じゃないでしょうかね。はい、尾形の右足がご覧のように人工芝へかかっています。2エンド1、追い込んでいる伊藤、スライダー空振り三振、7つ目の三振を取りました伊藤智人。下を向きました長嶋監督。両チーム得点ありません。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。さあ神宮球場は先頭バッターの伊藤がチーム3本目のヒットを打ちまして、先頭バッターを出しました。ノーアウトランナー1塁です。バッターボックスは1番のジョーが入っています。今日のジョーはショートゴロと三振、打率が2割6分3厘。ここ3試合ヒットがありません。ちょっと打率が悪いんですが、ここはランナーがピッチャーですが送りバントの構え。さあ斉藤が出て1塁はアウト、送りバント成功。手堅くましたね。そうですね、もうこれは1点取れば、はい、防御率 0.9 台ですからね、はい、もう1点狙いに行きますよね。今防御率 0.93 ぐらいですからね。はい、さあそうしますと、まあ、この後新井、古田、広沢ですから、このゲームの一つのポイントになりそうな場面ですね。はい、まあ、今新井が非常に調子いいですからね。はい、ここ5試合で打率4割というのが新井。今シーズンはバットをきちんと振れるようになったという話をしておりました新井ですが、今日第1打席斉藤からライトへヒット1本打っています。第2打席はセカンドゴロでした。さあここは斉藤と、それではスワローズバッターのこの攻め合いを注目していきたいと思います。セカンドランナーはピッチャーの伊藤です。センターへ打ち返した、ヒットになりそうです。
塁一塁。小原さん、はい、第1打席のヒットと同じようなボールでしたね。うん、そうですね、まあ1打席目はね、外にボールにしようとした球が甘く入った、はい、今回はそのインサイドのボールから入ろうとしたのをね、甘くなってヒットにされたんですけどもね、まあ、ここに来てちょっとコントロールが悪くなってきたかなという、そういう印象は受けますけどもね。ということはちょっと危険信号が点滅しだした、はい、という感じですか。そうですね。さあ、古田は三塁ランナーライナーとセカンドゴロ、3回目のバッターボックス橋本がピッチング練習をしております。今日は橋本、それから石毛、水野、ピッチャーは全て使いますと話をしておりました、試合前の長嶋監督。さあ、古田、ランナーが三塁一塁、外野フライで外野フライならばという点ところですが、初球ピンチです。マウンド上の斉藤、伊藤、今日2本のヒットを打ちました愛が1塁。古田は何を待ちますか。ここはもうやっぱりあの外野フライを打てる球、はい、だからセンターから右へ打てる球でしょうね。はい、セカンドゴロ、4、6、3と打ったダメフライ、ジャイアンツ逃げてきました。下を向きます古田、腕組みの野村監督、両チーム6回終わりました。依然の得点のまま終盤に入ります。トヨタキャッチャーマスクをつけました。ワンアウトランナー三塁一塁、絶好の先制の場面での古田、外へね、来るボールが来たんですがね。そうなんですね、狙ってた球でしょうこれはね、はい、しかし調子のいい古田ならもう楽勝に外野には行ってますね。はい、ここのところね、ずっと腰が引き気味でね、はい、言ってましたので、それがまだこう出てましたね。野村監督がお尻を引くんじゃないよって話で、ね、してましたが、大事な場面でやっぱりちょっと逃げましたか。やっぱりその今シーズンのその悪さみたいなのがね、象徴されたその打席であったと思うんですけどね。それにしましても、ジャイアンツはピンチをしのぎました。大きかったですね。こういう後ですよね、よくチャンスが来るのはね。はい、田中さん。はい、あ、松川さんどうぞ。ジャイアンツベンチではね、1回に伊藤が 2,3 球投げただけでね、今日はそのストレートも低めに伸びていると、はい、これからバッターボックス入る篠塚とかね、余剰あるいは元木といったところは顔を見合わせて言っていたんですよ、うん、ただ中盤に来てね、はい、カーブやあのフォークボールが少しあのすっぽ抜けてきてるんですね。はいはい、そうですね、ですから先ほどもエンジン組みましてね、はい、絞り球、狙い球をしっかり絞り込んでね、ずるずるいかないようにとにかくコンパクトに振っていこうということをね、確認し合ってます。はい、さあ、最近の5試合の伊藤の成績ですが、とにかく自責点がこの5試合でも2しかありません。ご覧のように三振も13、12、9、16、9と、とにかく、はい、ジャイアンツ戦で負けたのは、篠塚のスライダーを打たれたサヨナラホームランですからね。ね、とにかく伊藤が出ますと点が取れません、各チーム。まあ、しかし長嶋監督はどんな伊藤をしても隙がある。そこをどうつけるかだね。今日は左打者がポイントだよという話をしておりましたが、今日は3番に入っています、この篠塚からバッターボックス。宮崎連続のセカンドゴロ、篠塚、原、吉村ですから、この回ジャイアンツに取りました、はい、チャンスですね。そうです、もう一番のチャンスでしょうね。今のがフォークですか。フォークですね、はい、ちょっとシンカー気味にね、見える球になってますけども、はい、スライダーはフォーク、ルダスに追い込んで3球目、空振り三振、3つ目、8個目の三振を奪いました伊藤。首をひねって帰ります。最後のボールはフォーク系ですかね。ですね、やっぱりこの伊藤ね、はい、打ち崩すには、とにかくその第一ストライク、これにその集中してですね、打っていく以外にはね、追い込まれますとほとんどこう三振率が高いということでね、はい、積極的に狙っていかなきゃいけないと思いますよね。そうですね、そうなんですね、僕は現役の頃もね、やっぱりすごくフォークのいいピッチャーがたくさんいたんですよね、はい、遠藤とかね、小原さんもそうでしたしね、はい、そういう時にね、やっぱりファーストストライク、これ1球だけ、球種1つ出ますとやっぱりちょっと無理があるんですよ、ですからまっすぐとスライダーぐらいだったら両方待てるんですよね、はい、だからそれぐらいの気持ちでどちらへ打つかね、センター方向に打つ気持ちであれば両方打てると思うんですけどね、はい、右へ持っていきました。
今原の足元をご覧いただきましたが、今日はジャイアンツのバッターが尾形ですとかなり前へ出たりとか、はい、駒田もちょっと前へ出たりして、ね、バッターボックスの位置も研究してますよね、はい。まあ、みんながみんなじゃないんですけどもね、はい、まあ、いつもと違ういろいろ考えてはいますよね、うん。しかしここまで伊藤の前にわずかに2安打、原のセンターへボテボテのセンター前ヒット、吉村のライト前のヒット、ランナーは二塁へ進んだのが一度だけ。追い込まれています。原、空振り三振、9個目の三振を取りました伊藤。呆然自若の原。大和田さん、はい、途中4回5回と三振がなかったんですが、また切れ始めましたか。そうですね、まあ、とにかくね、今のその篠塚でも原でもね、はい、打てる球は初球なんですよね、うん、初球の第一ストライク、はい、これをやっぱり悠然と見送りますとね、どうしてもスライダーというのがありますんでね、こういう結果になってしまいますね。今度は吉村に期待をしましょう。外へ逃げましたので、今ちょっとフォーク系かもしれませんね。フォークから入ってきましたね、はい、三振とライト前のヒット。かなりそうしますと配球考えてバッテリーいるようですね、センターですが詰まっています。ジョーが前進、ジョーが前進、止まった。3本目のヒット、吉村今日2本目、喜びます。3塁側ジャイアンツファン。しかしこれからなんですね。そうですね、まあ、バーフィールドね、うん、今日はフリーバッティングで全部ねセンターから右方向に打ってたんですよ、はい。でまあ、今日2打席目にセカンドゴロ打ちましたね、はい。この辺なんかはね、まあまあついていけるようになってるなという、ね、ものをちょっと出しましたんでね、はい、この打席はちょっと期待したいですね。バーフィールドと伊藤の対決、今日三振とセカンドゴロですが、今年これが2試合目、6打数ノーヒット三振4というのがここまでの成績です。ストレートで入りました。この初球はちょっと振ってほしいですね。ファーストランナー吉村、しかしバーフィールドに取りましたはやはり苦手なブレのピッチャーでしょう。もうあの逃げる球ね、はい、特にこれだけ切れるスライダーを投げれるピッチャーっていうことになるとね、はい、まあ打てる確率はかなり低くなりますけどもね。スライダーピッチャーとしては逆に料理しやすいバッターなんですね、うん。そうですね、しかもそのキャッチャー寄りに後ろに立ってますんでね、はい、スライダーピッチャーが嫌だなと思うバッターっていうのはね、ピッチャー寄りの一番前に立つ、これが一番嫌なんですよ、うん。っていうことはね、スライダーを狙ってるのかなということでね、はい、心理的にこう圧迫されるんですよね、はい。そうしますとスライダーをボールにしてストレートで行きたいなというね、うん、そういう風な考えになるもんですよね、はい。ですから、まあ、今日のジャイアンツでいきますとね、尾形、駒田というところはね、そういった心理的にこう対処しようというそういう気持ちは見えるんですけどもね、はい。それがなかなかまだ結果につながりません、ジャイアンツ打線。ここはバーフィールド、バーフィールドは、まあ、ほぼいつものバッターボックスの位置と思います。スライダーです。長嶋監督は問題は今日だな、まあ、昨日は橋本を使わずに済んだのは大きい、とにかくこのカードは大事なんだ、今日勝たなければしかし意味がないんだという話をしておりました。カーブがすっぽ抜けました。ワンエンドツーバッターからすると今のね、すっぽ抜けのボールね、うん、これでワンツーになりましたよね、はい。ああいう球が来てくれると次の球狙いやすいんですけどね。そうですか、何を待ちますかね、うん、やっぱり外目でしょうけれども、はい、ワンエンドツー、もうスライダー1本でもいいかもしれませんね、はい。スライダー空振り、待ってましたね、甘かったけど狙っていてその通りのボールが来て、ご覧のように振りましたが当たりません。あれが当たらなければ仕方ないですね。そうですかどうやら部はやっぱり同等にありそうですか、はい。しかしバーフィールド追い込まれ、空振り三振だ。最後はストレート、フォーク、2桁の三振を取りました伊藤です。7回の表ジャイアンツまた無得点に終わりました。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム、7回の裏スワローズの攻撃が始まりました。バッターは広沢です。三振とうまく合わせたライトへのヒット、打率を3割に乗せました。
現在ベスト10打撃成績の第7位の広沢。三遊間かわいい深いところ、間に合うか、間に合ったのファインプレーだ、内野安打、ノーアウトランナー一塁。広沢今日2安打、打率を3割飛んで3人と上げております。ご覧いただきましょう。広沢はでもこういう風なバットの先という当たりが多いですね。そうですね、まあ、いいコース来てますけど、はい、よく振り切ってますね、今月1日のベイスターズ戦で梅雨明け宣言をしました、広沢、まあ、しかしパッと一気に青空になることはないんだ、夕立もあるんだけれども、しかし梅雨明けには間違いないよ、ニコッと話してくれました広沢です。さあバッターハウエルですが、斉藤の球数が6回割って75球3安打、石毛と現在高田がピッチング練習をしているんですが、ジャイアンツとしてはやはりどうでしょうね、斉藤どこまで持っていくか。そうですね、これはもうベンチの判断ですがね、はい、田中さん、はい、森谷さん、ピッチングコーチもね、その辺心配してるんですよ、はい、あのスコアラーの届けるあのチャートを見ながらね、いいところにボールは来ていると、はい、だけどもあのあとはスタミナなんだとね、こればっかりはどうなるか皆目見当がつかないと言っています、はい、新オットボールです、シンカーが外れました。田中さん、はい、一塁側ですよね、はい、斉藤についてですよね、ヤクルト打線なんですが、ヤクルトベンチはね、久々にしては斉藤は今日はコントロールがいいと、以前に比べるとちょっとあの変化球が少し多めかなというところなんですよね、はい、まあ昨日の桑田もそうだったけども、今日の斉藤も一球一球を非常に大事に投げているということを言ってますね。そうですか、それにしましてもね、ヤクルトベンチもちょっとやはり焦りの表情が出てまいりましたね。あ、そうですか、伊藤がこんなにいいピッチングしてるんだから、1点でいいんだと、1点でいいんだから早く取ってやらんかいという声が出てますね。そうですか、はい、伊藤が投げるとなかなかスワローズも点を取ってくれないという場面が今シーズンしばしばあります。バッターボックスのハウエル、ここ5試合は2割6分1厘、ホームランは2本ありますがちょっと当たりが止まっています。現在ホームランは14本。ワンツーセンターへ打ち返した、ショートジャンプした、センターはヒット、ノーアウトランナー2塁1塁。さあヒットがつながりました。スワローズ6回はワンアウトランナー3塁1塁で古田がダブルプレイ、この7回は内野安打、広沢、そしてハウエルがセンター前へ、ヒットが初めてつながりました。あ、今キャッチャーの村田、サードの原がマウンドに集まりますが、小花さん、はい、あ、堀内ピッチングコーチも出ますが、どうでしょうね、この辺の判断、はい、まあ、当たりはそんなに、ね、良くないんですけどもね、はい、まあ、ここはまあ堀口ピッチングをじぎましたけども、まあ肩の状態を聞くのと、はい、旗がどういうその攻めをしてくるのかというね、その注意事項だと思うんですけどもね、はい、最高ブルペンでは石毛とそして橋本が出ておりました。ここは堀口ピッチングコーチが単独でダグアウトへ戻ります。さあしかしここは田尾さん、はい、大変な場面になってきましたね。とにかく1点取ればいいわけですから、ヤクルトの場合はね、はい、そうですね、そのような作戦をするんじゃないですかね、はい、まあ、とにかくジャイアンツとしましては昨日勝ちましてゲーム差を 2.5、 32勝30敗、スワローズが32勝25敗、勝ち数は並んでいますが 2.5 としました。今日勝ちますとゲーム差が 1.5 になりますが、今日負けますとまた 3.5、 昨日と同じゲーム差になってしまいますので、ここは何としてもジャイアンツ勝ちたいところ。今日ファーストフライとライトフライの旗、ランナー二塁一塁、内野は前進してきます。どうします、うん、やっぱり僕は送りバントだと思いますけどね、送りバントをしまして桜井、小橋の伊藤といいますが、代打杉浦という手も、ね、ありますね、はい、さあどうでしょう、この試合最大の山を、はい、見ていいですか。そうですね、はい、これ駒田がねかなり早めにスタートしてきてるんで、もうサード前しかないですね。駒田が出てきます、バントをしましたがファール、
小原さん、はい、肩はバントはどうですか、あまりうまくはないんですか、それともうまいんですか、まあ、普通だと思いますね、特別その、はい、うまいということもないですけども、まあ、一応野手ですのでね、バント練習もやってますし、はい、ただそのサード方向とか、ね、ファースト方向とかって決めることについてはね、そんなに器用な方じゃないと思いますけどね、はい、6月13日の横浜戦でライトフライを取りに行きまして右肘を痛めました。ご覧のようにちょっと今テーピングの跡が見えますが、まだちょっと右腕はまっすぐに伸ばすことはできないんですという話をしておりました畑。ちょっと右手が痛々しい感じがしますが、初球送りバント失敗、ファール、ノーアウト二塁一塁、またバント、ピッチャーライダー飛び出している、二塁を送ってご覧いただきましょう。バントをしましたが、ピッチャー斉藤の右へダブルプレイ。このね、はい、バントで飛び出しちゃいけないですね、ランナーね、サード行きたいのは分かりますがね、はい、しかしジャイアンツとしましては6回7回ダブルプレイで危ない場面をなんとかしのいでいます。そうですね、こういうね、もう絶対に 100% に近いぐらいバントだと、いうことになるとね、ランナーはね、一歩でも早くね、スタートしようと思うんですね、まあ、その気持ちが裏目に出ましたね。2アウト、ランナーが1塁と変わりました。7回の裏、スワローズの攻撃です。ファーストランナーハウエル、バッターボックスは桜井です。7月1日、ベイスターズの加藤から5年ぶりのホームランを打っていますが、サードゴロ、原が取る、ナイスキャッチ、1塁へ、アウト、スリーアウト、ファーストランナーのハウエルが残塁と終わりました。試合は大変なことになってきました。両チーム得点がありません。残すところは2イニングスです。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム。いやー、しかしスワローズは6回7回と痛いチャンスを潰してますね。そうですね、はい、まあ、このバントをきっちりとやってれば、うん、というところですけどもね。そうですね、たられ番なんですが、しかし畑が高めのボールでしたから簡単そうに見えたんですが、うん、そうですね、バントするには簡単なボールでしたね、はい、多少ね、余計なその意識といいますかね、サードに強めにバントしようとかね、はい、そういう気持ちがあったかもしれませんよね、さあバッターボックスは8回の表駒田からです。この神宮球場で5月に第1号のホームランをレフトスタンドへ打っています。しかし今ジャイアンツの応援をするわけではないんですが、これだけは味方がこう守ってますから、バッターがなんとかしないといけませんね。あのね、回が詰まってきますとね、はい、バッターからするとあの山を張りやすくなるんですよ。あ、そうですか。っていうのはもう一発が嫌ですからね、だけど強気できてますね。そうですね、まあ、川村ピッチングコーチに聞きますと、登板ごとにこの伊藤は落ち着いていくんだ、知らない間に三振を取っていくんだ、うん、あのノモはですね、はい、まあ、力でこう三振をフォークでバッタバッタ取るように見えるんだけど、はい、川村コーチはあのスコアをつけてるそうなんですね、ダグアウトで知らないうちに三振がもう10とか11になってるって話聞きましたね。ね、今日も10個の三振を取っていますよ、もう10個ね、はい、まあ、声を張り上げて10個ってなかなかね、分かんないような数だと思うんですが、2エンド2と追い込んでインサイド、このようにね、はい、やっぱり慎重になってくるんですよね、回を追うごとに、はい、ということは絞りやすいということなんですかね、しかし広沢へのファーストゴロ、ワンアウト、大きくふーっと息を吐きました伊藤です。ピッチャーの伊藤の心境としてはどうですか。もうね、あのここのところずっとこう0-0とかね、1対0とかということですから、もう慣れっこにはなってると思いますけども、はい、まあ、こういう展開ですから、田尾さんが言われたようにね、とにかくホームランを気をつけるということだけだと思いますけどもね、はい、バッターは村田です。先日のタイガース戦でも13回を投げ抜きました。高く打ち上がりました、バックしますが、上、どうだ、上空を見上げた、センターフライに倒れました村田ですが、バッターここで、あー、ご覧いただきましょう。
ちょっと角度が上がりすぎましたね。はい、タイミングとして良かったですがね。ご覧のように甘いボールではありましたがセンターフライ。投球数は伊藤の方はここまで、まあ、7回終わりまして103球、まあ、5月になりますが横浜戦で193球12回を投げたこともあります、この伊藤であります。ここまで球数は110と今出ました。さあ代打は余剰です。1番手斉藤を変えます。斉藤を変えます次は橋本あたりでしょうかな。背番号30が今三塁側のダグアウト前で投球練習を始めました。しかし斉藤もねよく投げましたよね。そうですね、もう変え時としては良かったんじゃないですかね。はい、バッターボックス余剰、これが19試合目、打率が3割3分3厘ノートゥー。スライダーです。バッターボックスの余剰は去年1軍で3割1分、まあ、83試合の出場でしたが3割の数字を残しました。打撃センスはチームトップクラスだという話を聞いております。もう余剰、うんと空振り三振、ここまで10を奪っています。ピッチャーの伊藤、また代打の余剰も追い込んでいます。試合が始まりまして1時間54分が経過しています。神宮球場のスワローズ対ジャイアンツの13回戦。落ちた、ボール2-3です。確かに伊藤のピッチングが慎重になってきた感じはありますよね。はい、そうですね、はい、まあ、中盤ねややこう変化球が高めにというケースがありましたけどもね、はい、ここは低めにスライダーが決まりまして11個目の三振を取りました。スワローズの若きエース伊藤です。8回の裏ジャイアンツのマウンドは予定通り橋本が上がりました。ここからの放送はエーザイ、サントリー、明電社、日立建機とご覧のスポンサーの提供でお送りします。今シーズン4勝を挙げています橋本、24歳先発でも使いたいがキャンプまともにやったのは初めてだからねというのは長嶋監督、まずワンアウトを取りました。この回からマウンドに上がりました橋本、トマシノをサードのファールフライ、そしてラストバッターピッチャーの伊藤を空振りの三振に取りましてツーアウトを取りました。8回の裏スワローズ2アウトランナーがありません。バッター1番のジョーがバッターボックスへ入ります。しかし小和さん、はい、斉藤から変わりました橋本ですからスワローズとしましてはやっぱり打ちにくいでしょうね。そうですね、今年になりましてフォークがね、はい、すごくこうキレが良くなりまして、それがそのウイニングショットになるもんですからね、ものすごく自信をつけましたよね、はい、詰まっていますがライト前へ落ちます。ライト前のヒット、スワローズのヒットはこれが7本目になりました。斉藤から6本、橋本は代わって初めてのヒット、バットを短く持ってストレートを右へ持っていきました。バッターとしては打ちやすさはどうなんですか。だからまっすぐまっすぐ来てくれればいいんですがね、はい、その中でそのキレのいいフォークがあるということで、やはり追い込まれるまでに打ちたいなというピッチャーですね、はい、ツーアウトからヒットが出ましてランナー一塁へ出まして、バッター今日3打数2安打の新井、斉藤から2安打を打ちまして、橋本とはもちろんこれが初めての対決になります。2アウトランナー1塁、バッターが新井、ファーストランナー上、
さあ終盤に入ってきまして2アウト、ジョーは今シーズンここまで盗塁は6個なんですが、何か新井とこのジョーで負担によってというのはありますかね。まあ、初球からはいかないと思いますけども、はい、橋本がジョーを気にしています。ジャイアンツのヒットは8回が終わりまして3安打、8回の裏スワローズはジョーのヒットが7本目、両チーム合わせてヒットは10本しか出ていません。なかなかスコアリングポジションにランナーが行きません両チーム。変化球で入りました橋本、野村監督が指示を送ります。大橋コーチがその指示を中継して、まあ、野村監督と荒れていますとね、去年ここでポカリ事件がありましたしね、はい、ちょうどここの席にいましたね。そうですか、はい、まあ、2人は完全に和解をしておりますが、ストレート追い込んだ、まあ、あれもちょうどね3連戦の3連敗がどうかっていう部分でしたからね、はいはい、大変に去年も盛り上がりましたフジテレビのナイター祭り、今年も2連戦になりましたが大変な盛り上がりを見せています。神宮球場のフジテレビナイター祭りです。ここで1球ボールで外すとなれば、はい、次走ると思いますよね。外しました、はい、次の球ぐらい走りそうな気がしますよね。そうですか、結構2球続けて外すっていうのはね、勇気がありますしね。あ、そうですか、はい、ツエンド2にしますから、その次のボールが勝負っていうことになりますとね、やっぱりツエンド1から勝負した方が良かったなっていう結果になることが多いんですよね。あ、なるほど。だからもうこれ2アウトですから、もうバッター勝負でいいと思いますけどね、はい、ファーストランナーを牽制しています。村田はスワローズ戦での盗塁阻止率は2割、5回盗塁を企てられまして4つ盗塁を許しています。刺したのは1つだけ。ここは五分五分でいいと思いますね。アウトになっても、はい、いいぐらいの気持ちでね。そうですね、次はまたアウトになっても2番の新井から始まりますね。はい、ランナースタートは切らない、セカンドゴロです。篠塚一塁を切ってスリーアウト、ランナーの上が一塁に残塁となりまして、8回の裏スワローズも得点ありません。両チームゼロが並んでいます。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム神宮球場です。とうとうしかし試合の方は最終回、9回の表へと入ります。ジャイアンツの7勝、スワローズの5勝、ジャイアンツが勝ち越していますが、さあこの最終回、ジャイアンツは打順よく1番の尾形から始まります。なんとかしなきゃいけません、ジャイアンツ。そうです。そうですだけですね。うん、とにかくこの尾形が塁に出られるのかどうか。ここまでの投球数、伊藤は116球を投げています。投げるテンポが非常に良くなったと川村コーチ。スライダー空振りです。中畑コーチ、今日はスライダーも含めて策を授けてあるんです、試合前に話をしておりました。しかし今日ここまで3安打です。トゥーナッシング追い込まれました。バッターの尾形、ファール。しかしスライダーのキレが衰えませんね。そうですね、まあ、しかしまあ、初球を、ね、何度も言うようですけど、はい、簡単に見送ってるんですけども、はい、第一ストライク振ってきたバッターっていうのは3人ぐらいしかいないんですよね。そうですか、だからそういうことを考えてみますとね、ますますその伊藤のピッチングを楽にしているのなというような、ね、気はするんですよね、はい、今日はバッターボックスの位置を前へ出しました。バッターボックスの中でもいろいろ考えています尾形。2エンドマン追い込まれています。最終回9回の表、ジャイアンツの攻撃、追い込まれています。2エンドマン突っ込んできました。2-2、ここまで三振は11個取っています。ピッチャーの伊藤です。スーパールーキー、183センチ76キロ。ご覧のようにちょっと白線は見にくいんですが、ピッチャー用に構えています。尾形ファール。ピッチャーの伊藤、川村ピッチングコーチの話を聞きますと、性格は本当に静かな男です。
まあ、練習中にはどこにいるのか探すこともあるんですよという話もありました。しかし、まあ、研究は大変なもの、まさにピッチャー理想のタイプですという話をしておりました川村コーチ。ここまでジャイアンツにわずか3安打、二塁を踏ましたのは1回だけ。さあ 2-3 になりました。和田さん、はい、まあ、2-3 からですとね、やっぱり大、先頭バッターということを考えれば、はい、やっぱり得意なスライダーということはね、頭に浮かぶとは思いますよね。ファール止まります。8回の表裏が終わりまして、両チーム得点がありません。スワローズが7安打、ジャイアンツが3安打。試合は2時間7分で最終回、9回の表ジャイアンツの攻撃です。ご覧のような大歓声です、神宮球場。投球数が9球目、ピッチャーの頭を打った、ピッチャーのワンアウト、先頭バッターを取りました。しかし小田さん、すがすがしい笑顔ですね。そうですね、まっすぐですね、もうなんかこうスイングさせてもらえないっていう状況になってますね。はい、どうにかならないんですかね。こういうゲーム展開ですとね、はい、僕なんかはもう一発狙い行ってましたね。あ、そうですか、はい、もう決めつけてね、アウトコースだったらアウトコース決めつけてね、はい、それを、まあ、右バッターだったらライト方向、左バッターレフト方向へね、はい、振り切るってことですよね、はい、今日3打数3三振の河合。この河合も今シーズンここまでホームランが3本ありますが、パンチ力持ってますね、はい、まあ、なかなかね、引っ張らせてもらえる球はそう来ないと思うんですよね、はい、ですからやっぱり反対方向へ大きいのを打てるバッターに期待したいですね。外へコントロールされました。ジャイアンツ9回の表最終回の攻撃、ワンアウトランナーがありません。快調なテンポでやってまいりました今日のスワローズとジャイアンツの13回戦。おっと、セーフティーバントはキャッチャーのファールフライ、ツーアウト。頬がこけました中畑コーチですが、どうも思うようにいきません。ご覧いただきましょう、ちょっとバットのヘッドが下がってきましたね、これで2アウトランナーありません。さあ、そしてバッターは伊藤にとりましては思い出したくないでしょう、篠塚です。金沢での6月9日のこの対戦で初球のスライダーをライトへサヨナラホームランを打っていますが、ワンボール。今日はここまで篠塚をセカンドゴロ2つ、三振が1つ。2球目。やはりそういうこうものっていうのはピッチャーの中にはあるんでしょうか。ありますね、この9回2アウトという状況も同じですからね、はい、当然その頭の中に思い出せると思いますけどね、はい、だからなおその慎重になってるんだと思うんですよね。金沢球場で今日から18年目プロ入り初のサヨナラホームランを打ちました篠塚。こうやってやっぱり9回に対決するというのもやっぱり野球の一つの不思議なところなんですね。本当ですね、ピッチャーも絶対覚えてますしね、はい、今日はね3打席立って、はい、真っすぐ1球だけなんですよ。そうですか、はい、引っ張った、ファール。サヨナラホームラン打たれたのが真っすぐなんですよね。スライダーなんですけどね。いや、スライダー待ちでね、真っすぐだったそうなんですよ。真っすぐですか、あ、はい、そうですか、はい、ちょっとスライド回転だそうですけどね、あ、そうですか、はい、だからね、やっぱりそういうのが残ってると思うんですね、あー、なるほど、ワンツー、これも変化球です、はい、だから今日は本当に変化球ばっかりですね、そして次のバッター、もしフォアボールで出ますと原、原と言いますと去年のこのナイター祭りで伊藤明光から、あの9回起死回生の同点ツーランホームラン、はい、バットを放り投げたシーンが今もう思い浮かびます。篠塚と対決する伊藤、真ん中へスライダー 2-3。 バッターとしてもちょっとやっぱ心境的には嫌なものはあるんでしょう。
まあ、今のね、ワンスリーからのカウントだったらもうアウトコース一本やりで僕はレフト方向に打つかなと思いましたけどね。はい、ツースリー低め外れた、フォアボール、2つ目のフォアボールを出しました。伊藤智人22歳、スワローズのスーパールーキー。さあ、そしてバッターボックスには去年このナイター祭りで劇的なツーランホームランを打ちました原。今日第1打席ではヒットを打っています。4回目の対決、昨日岡林からカーブを第5号のホームランを打ちました。今シーズン5号、入団以来12年連続20本塁打、プロ野球記録を更新中の原です。その原にジャイアンツさんは期待をかけます。尾花さん、はい、ここは尾花さんの見た目で伊藤と原のこの対決じっくり解説していただきたいと思います。やっぱりランナーファーストバッターが原ということを考えればね、はい、変化球が中心になると思いますよね。ただインサイドにストレートが来た時に原がどう対処するかだと思うんですけどね。はい、初球になりました。野村監督、昨日のゲームを終わって一球の怖さを知った、野球は一球に怖いねという話をしておりました。松本が大事な場面でボールを振ってのアウト、そして荒木が投げたボールをバーフィールドがホームラン、一球は怖いね、こういう話をしておりました野村監督ですが、初球は大ハードの原、2球目スライダー、こういうところだと思いますけどね。普通ピッチャーがねストレートを大きなファウルされた、そうするとやっぱり変化球にしようかなというふうなね切り替えをするもんですけども、その辺の狙い球というのがね、こう整理されてなかったんじゃないでしょうかね。はい、バッターの原、急なスイング追い込まれました。リードします古田、去年のあのシーンは目に焼き付いていますと話をしていました。古田がリード、急なスイングを追い込んでいます。伊藤3球目、うわースライダー打ち上げてしまった、ハウエルがファールグラウンド、ここを積み上がる、ランナーが残塁となりました。9回の表ジャイアンツ無得点、なんとか踏ん張りました伊藤です。プロフェッショナルベースボールナイトゲーム、ご覧のように神宮球場のスコアボードは0がずっと並んでいます。9回の表ジャイアンツ0、9回の裏最終回、スワローズは3番の古田がバッターボックスに入っています。初球、この古田、5月のジャイアンツ戦、この3連戦では石毛からバックスクリーンの左側へ劇的なサヨナラスリーランホームランを打っています。2球目どうだ、ファールストライクか、内野スタンドに入るか、ファールボールです。まあ、こうなりますと今度はスワローズとしましてはね、はい、サヨナラのこれから裏になりますと、はい、そうです、チャンスということになりますが、これからこの3人はもう、はい、ホームラン打てるバッターですし、逆方向にも打てるバッターですからね。そうですね、はい、次のバッターが
広沢、そしてパウエルと続きます。今シーズンここまでホームランが4本の古田、5月25日のジャイアンツ戦、石井からサヨナラスリーランを打っている古田。フォーク2エンド1、試合が始まって2時間18分、8回からマウンドに上がりました橋本。今シーズンここまで4勝1敗、5月1日のスワローズ戦2回戦で今宵初勝利を挙げております。 PA 学園出身、188センチの橋本。2エンド1追い込んで4球目空振り三振、ガッツポーズ橋本。古田今日4打数ノーヒット、力が小田さんボールありますね。あの結構ね、今の甘い球ですけどもね、はい、勢いがありますよね。まあ、ここでねジャイアンツのバッテリーが気をつけなきゃいけないのはもう当然一発なんですよ、はい、ところがその一発を警戒するあまりね、アウトコースにばかりその偏った配球をしないということですよね、はい、初球、あこれもアウトコースです、ボール。バッターボックスは広沢、今日3打数2安打、橋本とは初めての対決になります。広沢のサヨナラホームランは去年の4月のカープ戦、片瀬から打って以来ということになりますが、どうでしょうか。ボール、ノートゥー。そしてこの後のハウエルは今シーズン実はプロ野球タイ記録、サヨナラホームランを3本、ドラゴンズ戦、ベイスターズ戦、カープ戦で打っております。右へファール、この広沢が右へ打つのがうまいんですね。そうなんです、あの大きいのが飛びますからね、はい、まだでも一本に絞ってるっていうようなスイングじゃないですね、右方向へというね。あそうですか、まだちょっと引っ張りの気持ちもありながらアウトコースを振ったという感じでしたね、はい、今のは。ワインエンド2 4球目、空振り。2エンド2、力があります橋本。バッターボックスの広沢、そういえば5月20日のカープ戦、川口のストレートを右へ6号ツーラン打っています。勝負球はあもうフォークだと思いますよ、はい、2エンド2、橋本ストレート、まっすぐできましたね、フラをかきましたね、はい、表情を見てましたのは橋本が久しぶりにこう気合が入ってる、はい、そんな感じありませんか。そうですね、まあ、あの今のですとね、はい、その前のボールが空振りしたわけでしょ、そうするとバッターというのはやっぱり空振りした球だとね、意識の中にあるんですね、うん、ですから余計にフォークボールがあの効くと思うんですけどね、はい、2エンド2、代わって橋本、三振は2つ取っていますが、変化球打ち上げました、セカンドフライ、篠塚、2アウト。これは1球早くてもね、フォークボールですけどもね、はい、1球早くても同じような結果だったと思いますけどね。なるほど。さあ、2アウトになりました。9回の裏、スワローズ、バッターボックスはハウエル。今日はセカンドゴロ、セカンドゴロヒット。橋本とはこれが初対決、最終回9回の裏。ここはもう完全にね、一発ぐらいですよ。そうですね、はい、でね、橋本の今のピッチングを見てましてね、はい、右バッターのアウトコースですね、そこを狙ったのが甘く入ってきてるんですよ、うん、ってことはハウエルにインサイドは張らないと思うんで、もう外一本でね、はい、レフト方向と、まあ、バッターからすればそういう気持ちでいいんじゃないですかね、はい、去年首位打者と本塁打王、そして最優秀選手 MVP を獲得のハウエル、今シーズンサヨナラホームランは3本です。フォークボールですね、はい、
最後に最後大変な場面が訪れました。肩を落とします。橋本、2時間23分で試合が終わりました。大喜びのライトスタンド。いやー、田尾さん、僕がこんなもんですかね。レフト方向にって言ったらライトへ素晴らしい当たりが行きましたけどね、はい、でも初球のフォークをねあれだけうまく打たれたらもう、まあ、ピッチャーからすればしょうがないんじゃないかな、はい、まあ、結局そのストレートで来ることはないというそのハウエルの読みがね、うん、あのドンピシャ当たったんだと思いますよね。なるほどね。さあ今日はヒーローインタビューはもちろんジャック・ハウエル選手です。それではヒーローインタビューです、もちろんサヨナラホームランのハウエル選手です。おめでとうございます。Thank you very much. どうもありがとう。プロ野球新記録達成です。感想をどうぞ。 Set the new record for Japanese baseball for game-winning home runs in one season. It's a great feeling. Haven't been swinging the bat all that well, but it's nice to have this one and Ito again pitching a good game and especially against the Giants. So it's a great feeling. もうすごくいい気持ちで、たまたまこういう場面に恵まれて。こういう場面で打てて非常に嬉しく思ってますし、また今日も伊藤投手が好投を続けてたので、伊藤投手の好投をバックアップしたいのと、あとはあの長男のジョシュアの誕生日だったんでぜひ打ちたかったです。今その息子さんはどちらでご覧になってるんですか？ Do you know where Josh is right now? Yeah, this way. 見事なサヨナラホームランという、誕生プレゼントなんですが、初球難しい球じゃなかったですか？ That was a pretty tough pitch, the first pitch, wasn't it? Yeah, it was a fork ball and I didn't think in that situation you give me a fastball, so I was just looking for something off speed and went down and got the fork ball. It was a good pitch, real good pitch. フォークボールだったんですけれども、やはりあの場面ではもうまっすぐが来ないという、まあ、予測で、変化球狙いで難しいフォークボールだったんですけれども当たってくれてよかったです。これでまた 3.5 ゲーム差に戻りました。素晴らしい意味の大きなホームランだと思いますが、 The home run put us up 3.5 games against the Giants again and it's a real big home run to give our team a lift. Yeah, it'd be nice to have a nice lead going into the All-Star break, but there's still a lot of baseball to play. We just got to play hard every day and not worry about the standings right now. Just play hard andand see what happens at the end of the season. 今全力で戦ってるだけで、かなり試合数も残ってますんで、とりあえずオールスターまでにはできるだけ、ゲーム差を広げたいと思います。それでは最後にもう一度ハッピーバースデーの息子さんとスタンドの皆さんに、手を振って応えてください。 So you can, look up at Josh and wave to the crowd and good luck in the season. どうもありがとう。ハウエル選手でした。ジャック・ハウエル選手のヒーローインタビューでしたが、まさに野球はドラマです。こんな素晴らしいゲームになりました。ジョシュア君が9歳の誕生日だそうです。その誕生日に見事なサヨナラホームランを打ちましたハウエル選手。1対0スワローズがジャイアンツを辛くも振り切りました。まあ、このゲームを振り返っていきたいと思うんですが、素晴らしいゲームでした。まずこういう投手戦というのはなかなか小原さん、はい、見ることはできないでしょうね。そうですね。まあ、伊藤の方はねある程度その三振を取って、はい、こういうピッチングをするかなという期待はありましたけどもね、斉藤の方ですよね、問題はね。そうですね。まず伊藤は尾形、河合と立ち上がり、はい、ストレートスライダーで、ね、三振を取りまして、はい、上々のスタート。そしてこれは2回ですが、原がヒットで出ましてノーアウトランナー1塁。吉本、これはエンドランですかね。そうでしょうね。取りましてダブルプレーでした。はい、そしてバーフィールドを三振に取りまして4つ目。また今日も三振ダッシュ。前半の伊藤の、はい、三振シーンをご覧いただいておりますが、まあ、とにかくこのストレート、そしてスライダー、カーブ、フォークと、はい、コントロールが素晴らしかったですよね。そうですね。特に前半はね、もう狙い通りでしたね。この河合の三振が6個目になります。
そしてこれは6回ですが、河合今日これが3打数3三振で7個目。7回に入りまして篠塚フォークボール8個目の三振です、そして原7回で9個目。これはまっすぐでした。吉村がヒットで出ましたが、6番のバーフィールド、どうも相性がよくありません。ストレートを空振りの三振でとうとう2桁10個目です。そしてこの後ヤクルトが回答の前でちょっと沈黙しておりましたが、7回先頭バッターの広沢がショートへの内野安打、まあ、6回にもワンアウトランナー三塁一塁というチャンスがありまして、はい、古田がゲッツー。そして7回はこのハゲルのヒットで続きまして二塁一塁でしたね。そうでしたね、大きなチャンスは2回続いたんですがね、しかし畑初球バント失敗の後2球目もご覧のようにピッチャーフライ、広沢飛び出してダブルプレー。ここで2アウトランナー1塁となりまして、バッターは桜井、引っ張りましたがサード原のなかなかいいプレーが出まして7回終わりまして両チーム得点がありません。さあそして試合は最終回になりますが、9回でランナーを1塁に置きまして篠塚フォアボールの後の原の初球でしたね。これがね、微妙ですけどね、今見ても微妙ですね。微妙ですね、なんともね、尾形さん、まあでも審判のね、はい、判定がこの野球においては全てですからね、まあ、久保田さんは自信を持って手を挙げました、まあ、結局スライダーを打ち上げましてハウエルへの三塁フライ、まあ、ハウエルが取ってたんですね、ここでね、そうなんです。そして最終回、まあ、伊藤はまた、0点に抑えまして防御率を上げましたが、ハウエルが初球のフォークを ご覧のようにがっくり途中マウンドに上がっていました橋本。さよなら15号ホームランです。本当に劇的でしたね。今のあの長嶋監督の表情なんかはもう仕方ないなというね感じでしたね、まあ、いいゲームだったなという、ね、諦めの表情かも分かりませんね、はい、田中さん。はい、松川さんどうぞ。野村監督はね、どっちにしてもね今日は一発で決まるしかないだろうなと思っていたと。あ、そうですか。うちにサヨナラが出るとしたらやっぱりハウエルだと思っていたそうです。あ、そうですか。なるほど。